プロトンサトリアは、マレーシアの自動車メーカー、プロトンによって、生産、販売されていた、ハッチバック車である。なお、このコーではその後継者のプロトンサトリアネオについても、述べる。1995年に生産開始。ベース車は四代目三菱、ミラージュで、内装及びフロントのデザインが変更された。エンジンは、 直列4気筒1.3リットル12バルブ 4G13 型、1.5リットル12バルブ 4G15 型、1.6リットルサエ 1C16 バルブ 4G92 型エンジンを搭載し、5速マニュアルトランスミッションが組み合わせられる。なお、1.5リットルエンジン及び1.6リットルエンジン搭載車には、オプションで3速または4速オートマチックトランスミッションを組み合わせる。 ことができる。グレードは l イリ D, G ルシーセイが用意され、ベースグレードの l サイには1.3リットルエンジンのみが、D には1.3リットルエンジン、または1.5リットルエンジンが、G ルシーとセイには1.5リットル、または1.6リットルエンジンが搭載された。1996年にはマレーシアにおいて、フェースリフトが行われ、 フロントグリルの他テールライトなどリアのデザインもミラージュとは異なったものが採用された。また、輸出使用者にも後にフェースリフトが施された。この際に1.3リットル12バルブ、1.5リットル12バルブ、1.6リットル16バルブ各エンジンが新型に変更され、新たにシングレードのルキシー S、ルキシージテが用意された。なお、 ジテには直列4気筒1.8リットル 4G93 型エンジンが搭載され、後にロータスエンジンやハンドリングの改良が施された。また、2004年下旬にはジテをベースにプロトンのレーシング開発チームとロータスによって共同開発された特別使用者の R3 も用意され、スモークヘッドライトや3本スポークモモステアリングなどが装備された。また、 車音材やエアバッグなどを装備せず、車重が 995kg まで軽量化されている。なお、R3 はレース、ラリー、リサーチを意味し、生産台数は150台のみとなった。2006年6月16日にサトリアの後継者として発売。マレーシアの首相、アブドラ・バダオイによって発表された。 同社のジェンマイナスにアワジャと一部コンポーネントを共有し、プロトン独自開発のプラットフォームをベースとしている。5億クリンギット4年をかけて開発され、月版目標台数は2000から2500台となる。エンジンは、自社が独自に開発した直列4気筒 DOHC 1.3LS4 ポリエチレン型及び 1.6LS4。 pH 型カンプロエンジンを搭載し、トランスミッションは、三菱自動車工業が製造した、OEM 品で、サトリアにも採用された5速マニュアルトランスミッション及び4速オートマチックトランスミッションが組み合わせられる。グレードは、L、M、H の3種が用意され、ベースグレードの L のみに1.3リットル S4、ポリエチレン型エンジンが搭載される。2009年2月には、 最上級グレード H の代替グレードとして1.6リットル缶プロ CPS エンジンを搭載しリアスポイラーなどが装備された CPS が発売された。さらに FIA スーパー2000のラリーカーとしてワジャに搭載されるルノー製1.8リットル F4P 型エンジンを搭載したラリーカーが開発され2009年に IRC に7000出場。 ラリーロシアではガイウィルクスが4位、ラリーオブスコットランドではアリスター・マクレーが2位表彰台に入り、初年度にもかかわらず、高成績を残した。2010年は IRC と並行してアジアパシフィックラリー選手権に本格参戦。アジアパシフィックラリー選手権では序盤スピードを見せるもトラブルが多発し上位入賞を何回か逃したが、最終戦チャイナで、 初優勝を遂げた。そして IRC では5000に出場するものをポイントに終わった。翌年2011年はアジアパシフィックラリー選手権で2年目にもかかわらずチャンピオンに輝いた。インターコンチネンタルラリーチャレンジでは8000に出場この年の最高位はカナリアとバルムの9位が最高位だった。2012年もアジアパシフィックラリー選手権で連覇を狙うも この年から本格参戦したシュコダに敗れランキング2位となった。一方平行で参戦したスーパー2000世界ラリー選手権では p g アンダーソンがシーズン2勝を遂げるもライバルのクレーグ・ブリーンに9ポイント届かずランキング2位に終わった。2010年12月にはキャロッセによって2011年から日本に正規輸入販売が行われることが発表され、 2011年1月の東京オートサロンにて、ラリーカーコンセプトと R3 が参考出品された。キャロッセによると、現在の日本の自動車メーカーのラインナップには、モータースポーツで使用できる手軽なベース車両がなくなってしまったため、様々なラリーやツーリングカー選手権での実績があってこの要件に、 合致するサトリアネを導入することで、モータースポーツの活性化を図りたいとしている。また、この車両をベースにオリジナルキャラクターで、板車化した、ラリーカーで全日本ラリー選手権に出場するとのこと。2012年6月、PHP 制度による国土交通省形式認定車となり、同年8月21日付で、JAF 登録車両として承認される。 2015年、既存の5ドアハッチバック車のサプリマイスに統合される形で販売終了。これにより、同社から3ドアハッチバック車がすべて消滅する形となった。なお、日本市場向けは2018年8月時点で輸入在庫対応分に限り販売が継続されていたが、同年12月末までにすべて完売となった。セトリアはサンスクリットで、 騎士を意味し、サトリアのスポーティさを表現するために、この名称が採用された。ありがとうございます。